映画祭を作るラジオ。この番組は日本で一番クールな国際映画祭の開催を目指すカオス東京メンバーが映画、音楽、アート、カルチャーなどエンタメ談義を交えながら映画祭立ち上げ会議の様子を配信するポッドキャスト番組です。ということでパーソナリティの映画プロデューサー山口隆彦です。映画監督の武石です。ユースフィルムのメイです。 はいということでよろしくお願いします。お願いします。寒くなってきましたね。急に。本当マジ寒いね。うんあの二週間ぐらい前まではいつまで続くんだこの暑さみたいな話だったのが。急にね切り替わった。やっぱ雨がね雨が降っててちょっともうね上着一枚でもちょっと寒いぐらいなちゃんと厚着をしないとみたいな季節に。いやそうなんだよねあのもう日が落ちたら完全に あ寒いってなりますそう、うん、ねということでもうあっという間にね富士フ,ファブリックを聞く間もなく一気に秋になってしまいましたねほにね、うん。どこまでがピークだったのかみたいな話でねそう,そう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 真夏のピークはいつだったのかっていうね <laughs> 本当にねあっという間に過ぎていきましたがまあね秋が近づくということは、まあ、カルチャーの秋でございますからいろいろね。 映画なんかも見てると思いますけどなんか最近見た面白いもののとかありますか最近最近はねあのねあのヤンの日昨日はヤ,ンヤン映画祭をしてきました、うん、お今再上映されてるんですだっけあえっとまずその1個目のヤンがそ<う>エドワード・ヤンね <laughs> エドワード・ヤン,のンの時代はいない時代 4K レストア版 はいはい今ねい公開がされてるから<や>うんいいのよねあのそして台湾台北は世界有数の裕福な都市となったっていう、うん、とっから始まるからね千九百九十四年ほほほほほほそうで二本目見たのがグランツーリスモだったんだけどほ、うん、あの主人公ヤンなんだよねああそういうことねグランツーリスモ主人公がヤンでねそうそうそうなるほど ヤン映画祭、ヤンの日、イトセゼヤン映画祭を素敵にし,てした,た。なるほど、ヤンの日だったわけですね。そう、綺麗だったね。流れがね。そういうことが、ヤンってもう一人監督いたっけとか思っちゃったけど、いや、そうなんですよ。おお<ー>。なんかこうタイプが違う映画を一日にみ、なんかめちゃめちゃ久しぶりにね見て、うん、うん、なんか良かったよね両方とも。良かったね。なんかあの午前中昼過ぎに、はい。 エドワード・ヤン見て、うん、夜グランツーリスモっていう流れがすごい完璧でああ、うん、いいですねいい流れですねそう逆だとね多分、うん、眠くて死んでたかもしれないっていう<あ> <laughs> なんか言いたいことは分かるかもしれないグランツーリスモがそのなんだあらゆる五感の刺激をね、うん、高めるタイプの映画だからねそう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  で対して結構あの、うん、恋愛時代は人と人のコミュニケーションの機微みたいなところの楽しみ方だから、うんうん、ねあのいやこれ分かるこの2つとか3つ映画館をはしごする日とかあるいはまあ配信とかでね一気にする日ってやっぱ順番大事よねいやすごい大事そう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 うそうそうそ そうだねんかやもうやっぱ食べ物じゃないけどんか順番がすごいでちゃんと前菜メインデザートみたいになんないとなんかあっため全身あっためるのにいいよねそうなんですよ最近おいしんぼも見てるからさネットフリックスでああおいしんぼでとうとう山岡さんよりも年上になっちゃったからさえ山岡さんっていくつなの歳あ え山岡さんって27って設定なんだ <laughs> そう俺そこに衝撃を受けてね怖いえっってことは栗田さんってもう23とか4だよねあの感じだと2年目ぐらいだっけ2年目ぐらい<え>ってことは多分それぐらいだよねそうそう、うん、栗田さんい,、ね、<laughs> いやでも予後今考えると2つか3つぐらいしか下じゃないのによく山岡さんあんな偉そうにできるね栗田さんね本当に<や>確かにれ、ね、栗田さん にも偉そうまあ全方位にすごいさ嬉しい顔してさ食べ方が正しくないのかもしれないけど「どうだ」って言ってる偉い社長とかにさ「こんなもんでだめですよ」っていね、二26歳でね部長とか車種に対してあんな喧嘩を売ったりするわけだからさ。 そうそうそういや今今ちょっと俺はそこに衝撃を一番受けた「やん映画祭」の話をしたつてのにどっちも関係ない「ウイシンボを挟んじゃった話がずれたそうですねまあでもね四 k まだやってんだねエドワード・ヤンのんかちょっと延長してるみたいでああやっぱこう大好評につきというそうそうそういやぜひぜひ。 ね、ちょっと、うん、まだ見に行けてなかっった、ね、ちょっといやなんかすごいよくてさ、うん、あのなんか結構今見ても、うん、あーなんかなんだ要はそのなんだ俺たちどんな関係だっけみたいのがこうどんどんいろんなところで波及していくっていうのが、まあうん、あざっくり言うとこうこう描かれてるところなんだけどすごくいい。うん そうでもうだからあの一旦もうこんがらがったら一旦距離を取ってフライデーズ行こうみたいな、はい、<laughs> ああなるほどね、うん、素晴らしい、えー、いやーなんか、うん、やっぱエドワード・ヤンで見る偶像劇みたいな、ね、うんいやすごいやっぱ、ね、あこれだなーっていう、うんうん、感じだったうんやっぱね当時の台湾の 風景というかさちょっと経済成長ぐんといった時、うん、なんか94年だよね、うん、確か映画は。そうですねちょうどこう台湾というかまあね東アジアが少しずつこうね、うん、日本以外の地域がすごくこう盛り上がっていった時期とちょうどこうアメリカの文化例えばマックとかうん、うん、フライデーズとかがありつつなんかこう。 一人の、ね、あの <laughs> なんかアーティスト劇作家出てくるんだけどうううなんかそいつがめっちゃおもろくてなんかローラースケートをゴロ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 ,ゴロなんかぐるぐるしながら演出つけたりインタビューなんかインタビュー答えたりするんだけどそいつが着てる T シャツがあと

ある意味ちょっとすごい。うん、いやなんかあのーうん、日本もそうだけどこう経済成長の時期の映画っていうのはやっぱでたらめ感っていうのがなんかたまんなくいいというかそうそう。んかオフィスとかも結構重厚なまだちょっと、うんまあ、バブルっぽいっていうか <laughs> ちょっとなんかガラス張りで重厚なんだけどな、ねうんだろうちょこちょここう。 なんかフライデースのなんか紙コップ持ってる人とかなんかうん、うん、<laughs> 入ってきて。とか結構あの、うん、なななイイケイケな時代が故にみんん見えを張ってるんだよねそうだね。なんかまたまあいわゆる日本のバブル、うん、絶頂期とかとはまた違う、うん、なんだろう。うん、でまた日本の九十年代とはまた違う,うん、うん、なんかこうリッチな感じと虚構な感じが。 すごいなんだろう風景に落とし込まれてて、あとやっぱり絵が綺麗だよね。絵が綺麗もちね。フィルムの鮮やかさみたいなのもあるけれど、あ構図的にやっぱすごい良かったね。うん、なるほどいやまあでも確かにそうです構図でねやっぱりそれをダイナミックだったり美しく見せるっていうのがすごくね。 良さだったりもするんで、うん、<や>なんかやっぱこう、ね、色の配置みたいなことを言うと、うん、やっぱり雑多な風景の中にやっぱり人物が結構黒い服を着てる人が多くて、うん、黒がどこに配置されてるかみたいななんか水面んか女の子同士でこう水辺でしゃべる。 水水辺なのかな噴水の近くなのののかなんか噴近くそうそうシーンがあるんだけどそこはこうなんか反射水の反射になんか見える色がこう青っぽかったりんなんかこうね見ててやっぱ目,目が <laughs> 元気になるっていうかそうだね,うだね、うん、見てて気持ちいいっていうのがすごいあったかな。 うん、あとやっぱ縦の線がすごい綺麗、ね<ー>うん、んかこう、えっと、スクリーンっていう枠があってさらにそこにこう敷かれた縦線と人物の人物なんかう配,配置がちゃんと計算されてるんでそう,そ,うそう、なんかなんでもないねなんかオフィスとその前の、うん、なんだろうクロークみたいなエレベーターホールの間の隙間の。 なんかタイル張りのロなんかちっちゃいスペースで結構話し合ったりするんだけど,ど人物同士がなんかそこ、ね、た何でもない風景だけどめちゃめちゃ映画的っていうか、うんね、あ<や>そういえばエドワード・ヤンってそうだったなって思ってうんなんかなんでもない風景をね映画にね。 映画ってなんでもない風景なんだけど映画的としか言えない絵ってうのはやっぱりだってある見たことない電話ボックスで電話してるガラスの抜けのマックのロゴすらかっこいいんだよあそうそうそうレオンのね M がねわかるなそうだったよなんかいいセンスがいいというかそうそうそう言葉で聞いてそんな場かなって思うけど見たら多分ねあ本当だってなるんだよねこれが なるほど、いや、ねえー。で、まあ、エドワードヤンを見て、た、後に、ね。今度は、夜、グランツーリスもそう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 、うん。グランツーリスも見た?いやいや。見ましょう。<ー>結構、でも、早くに見てたよね。ね僕は、もう、そうですね、結構、公開二日目ぐらいに見たかな。だってモータースポーツ。が好きだよね、うん、山口君。あ、そうなん。まあ、まあ、詳しいって言えるほどじゃないけど、まあ、そこそこ好きなんで。<ー>まあ、それもあって、うん,うん。 いやもうすごい良かったねなんかね見れてよかったまずあの「グランツーリスモ」っていうゲームの作り止まれ方の中狂気をまず感じるのかすごくあそっから始まったのちょっとトップみたいなそう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 そのそう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 そーそうそうそうそそう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 ン。 ね、あ,のあのかっこいいよグランツーリスモってゲームもなんかオープニングタイトルがねゲーム自体もすごいかっこいいんだけどなんか車の歴史だったりとか車が出来上がるまでみたいなこううまく VTR でまとめて出してたりするんだけれども今回の映画もねゲーム自体にあるんだね,そう,んねそういうのが。うん、ゲーム自体のそうそうそうそれがなんかその。 車鉄鉱石から車が出来上がるまでとか <laughs> の車の歴史みたいなものを。じゃあ結構、うん、映画となんかそこは相違ないというかほ、うん、とゲームのなんだろうストーリーゲームの中で展開されるストーリーと結構なんかリンクしてるんだね。うん、いや、まあそうそうなんですよ。えー、まあもちろんねあのシミュレーションゲームだから ね、ゲームの中にあるストーリーって多分そのオープニングぐらいでしか多分示せないっていうのもあって多分そこに力を入れてるっていうのはあるんだけどなんかその世界観をすごい扱い方、うん、なんか大事にしてるなって、うん、なんかそれ聞いて思った素晴らしかったし、ね、やっぱりあのうんそのね最後はやっぱりなんだろうゲームをやってるからこそのこう勝ち筋みたいなものもね見えてるあれそうだねうんそうだからなんかあなるほどねみたいな そうだよねって。プロのレーサーだって一生に何回かしか走れないコース、お前何百回もやってんだもんなっていうね。そう,そうそうそう。うん、何千回と走ってきた。うん、走った、走ってきたってあの。で、やっぱ、ちょっとさ、こう、指定友情ものでもあるじゃん,か、うん。そう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 ,そう。そういや、やっぱりあの、えっ、ー、と、コーチですよ。コーチね。コ、ねうん、ッパーね。彼が、彼が一番いいし、ね、あとね、うん。 なんで円谷と、ね、ンとかブラックサバスとかね <laughs> だかそっち <laughs>、うん、そういうところも素晴らしかったしねいやすごいよね、うん、あとねグランツーリズムに関して僕はやっぱり、あのーね、当然ながらといえば当然なんだけどでもあの意外と今までやってくれなかった ちうあのなんかこう日本人が見てさあって、うん、うわってちょっと思っちゃう日本じゃないじゃんか、うん、じゃなくちゃんと日本だ、うん、で多分ちゃんと新宿とか渋谷でロケしてるなっていうのが、うん、そうだね、うん、<の>でもうん、うん、オランダブルーがね思い出横ちゃう、ね <laughs> いあのリアルなんだが場所はあのでも何かシチュエーションになんかこの何か衝撃的すぎてああいうことはしないだろうっていうのはねちょっと思ったけどああれなやるからせめてルノワールだろって思うからねいやでも面白いからいいわみたいな最高だわと思って。 でもねまさかちょっと面白かったけど面白いでうそありがとうございますって言ったらもちろんありがとうございますちょっとあと多分あれ日本人俳優使ってるのかよく分かんないけどもちろんですよちょっとなんか鉛が入っててそれそうだねもちろんですよもちろんですよだ東アジア系の俳優かなんか使って多分ああなってるんだろうなってなってたくね想像はねつけどんかまあそういう日本文化のところもそうだしなんかね 映画自体の構造がやっぱりさそので結局はあれはね金持ちに勝つ話でもあるからああそう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 そそう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 そそう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  うん、そうそうそうでちょっとねこう第一線から遠のいてた感があるけどまたね見事に戻ってきたな、ね、という感じャッピー以降は短編ばっかりだで、ね、でね一、うん、個前のやつはなんか細々としか公開してなかったっす日本公開してないのかかもねうん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 そうそれがね今回まさかのねゲームの映画化っていうことで。 ミーレットも、ね・ス、うん、カンプのなんかまあ,ある種のオタク性というかピークっぽい表現と、うん、あとソニーと契約したっていうところの強みがこうやっとこうガーンってきたみたいなそうだよねいやだからソニーのいろんなゲームの、ね、映画化っていう意味では多分もっとほらビターなゲームいっぱいあるからソニー、うんね、ぜひぜひ、ね、そこもやってほしいしできそうだよね。うん というより結構これはマジな話今ソニーって自前の配信を持たずない映,あの映画会社の一つなんでああそっか<の>、うん、そうそうそうだからやっぱ彼らはあの映画館っていうものにきちんと出すっていうまあことしかできないっていう部分もあるんだけどそういう意味でもちゃんとまあ結構いろんな映画館とか今ソニーとかねに移籍して撮るっていうのが増えてきてるからなるほどねへーえ ならないっていう、まあ、ある意味、まあ、強みになったりもするんだね、それが。そう、例えばディズニーとかだとさ、あの、取ったものがすぐ配信にされちゃったりとか。うん、で、今映画館とか俳優の契約って基本工業収入に紐づくんで。あ、そか、そっ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 か。そうだよね、配信はね、この間の俳優のストライキもそういうこと。そうだよね。うん。 なんかね配信もね,、うん、ねちゃんと分配してほしいよねまあそうだよね <laughs>、うん、せっかくはまあ多分いろいろねネットフリックスとかアマゾンからすると、あのー、そうなると全部公開しないといけないから怖いんだろうねこれが人気ある人気だよ、うん、いやまあそうだよね、うん、それすごいあると思うなんかねもうちょっと整備されてほしいよねでもストライキーが解かれた、うん ってことはちょっとストライキはね一旦落ち着いたらしくい脚本家集会が、えっとうん、ちゃんと締結してあ、うん、俳優はまだじゃないああそうなんだそっかまあでもねああまあでも整備されていけばね,ねうん日本も。 まあねね、変わるあんしうし多分だから、うん、技術に法律とかルールが追いついてないっていう典型なんかも。でまあその新しい技術それこそグランツーリスもそうだけど新しい技術とか前例がない存在はやっぱ風当たり、うん、そうまあ保守派が悪いという意味ではないけどやっぱ風当たりが強い中やっぱより高いパフォーマンスを出したり何か交渉とかでこうちゃんと。 説得していく納得させていくっていうやっぱこうコミュニケーションが行われることがやっぱ次の時代につながるとは思うので、ね、間違いないですいやーねー、うん、そういう意味ではねグランツーリスもねあのプロジェクトの成立がさ社内で通るのがさ結構スムーズすぎてそこだけもうちょっと見してほしかったなって思いま、ね、あ最初のね,ねそうだねすんなり企画通ってるからね、うん、あ,あのプレゼント通るかい <laughs> みたいな <laughs> でもさあのこう グランツアリスモ3とか4とか,からやをやってた世代的にはやっぱあのそうだねそうだね確かに GTR 乗ってほしいじゃんか今ニスモになったけど、うん、確かにそうだねなんかこれだけこう日本のね工業製品なりなんか日本のこうアイテムがね 日本のそうあれだけねちゃんとあのソニーだからかウォークバイになってたしんか,そうかソニーと日産がちゃんと出てきててそれがちゃんとエンタメになってる映画ってなんかいいなって思ってちゃんと日本のものでねこう。 映画になってるっていうのでそして面白いっていうのでそもっとんかね話題になってもいいのにってすごい思うしちょっとねなんか宣伝弱かったよねなんかなんだろうなんでだろうね不思議なくらい静かだったよねっかできない理由があったのかなあ何かねいわゆるこう豪華キャストではないっていうのは多分ね結構売りづらいポイントではあ あったかもしれないね。オーランド・ブルームぐらいしか。そうね。いわゆる。でも一般的な知名度はね、ちょっとね。まあね。レッドガーディアンやったけどね。でも昨日見に行ったら結構。意味なね、僕はね、あれも悔しいんですよ。ミュータント・タートルズ。ああ、タートルズね。ミュータント・タートルズ、えっと。タートルズ見た見ました。 まあね。結論から言うとねめちゃくちゃ面白いあ,あそうなんだうんやっぱりあのー、まああのミッシェル家とマシーンの反乱の監督がやっていてセスローゲンが脚本脚本というかプロデューサー、プロデューサー入ってるっていうのもあってまずねもうね本当にエンタメ系の小ネタめちゃくちゃあるうんもうもうねその小ネタがたまんないのよ もう、なんか、しかも半分アドリブみたいな小ネタみたいなんでああ。あそうなんだ。なんか、うん。そうそうそう。なんか、BTS とか普通に出てきたりとか、あ<ー>アタックオンタイタンとか。あ<ー>へえ<ー>そういうネタがそうい読んじゃうんだ。そうそう,そうそうそう。あま、なんか、それで確かに原作のノリに近いのかもね、その。そう、原作のノリにね、一番近くなってるっていうのは、なんか結構、指揮者の評価らしくて。へえ<ー>、うん、で、あの、絵も、その、なんだろう。 えーまあね、スパイダーバース以降やっぱりそういう絵って増えたけどさらにこう手書き落書き感を強調した要はより 3D にしていくといリアルにしていく方じゃなくてより平面的を平面的に動かすみたいな,、うん、そ,うそ,うなそう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 で、うん、もうグラフィックもたまんないしね物語もねちゃんとあのなんだろうまあ,あの歌丸さんの表現で言うとニューヨークものというか。 ニューヨークの街らしい映画になっているというところで、そこも、つまり、ね、ある種、多様性みたいなものがこう強みになっていくていあそ。そういうことが、要は、いろんなルーツの人が、うんまあ、要は、な、うんだろう、明確に自分の土地っていうものがなくても、ここを住みかにするっていう、移り住んだ人が、こう、みうん うんかそうなこもすご,すごく良くてなんかアクションアイディアも結構あもう非常に漫画的でそれが面白かったりとかん,なんかその本当コンビネーションもすごく抜群に良かったのでいいなと思うしあとねえっ、ー、とね声優さんがねあの僕は英語字幕版見たんですけど<ー>あのミュータントタートルのこう育ての親タートルズたちの育ての親の、まあ、ネ,ズネズミのお父さんを。 は空手の達人って設定でね、うん、彼がこうミュータントタートルズ、まあタートルズたちいろいろこう武だ,だから空手を使うのね、彼ら。そうそうそう。で、その武術を教えるネズミの声をやってるのジャッキー・チェンなんですよ。うん、そうなんだ。うん,ジんジ。ジャッキー・チェンが声優やってるの？ジャッキー・チェンが声優やってる。え、英語でやってるって。英語で。へえ<ー>。なんかそういうリスペクトも素晴らしいし。面白いね。 えー、なので一方敵役がアイスキューブっていうねなるほど、ね、もうヒップホップ丸出しな感じで出てきて <laughs>、うん、これ、うん、ビラン感は本当にすごいビランだった完全に、うん、でも本当にねちゃんとヴィランとしての面白さがもうそれぞれの絵があの、ね、程よく気持ち悪いんですよ敵ミュータントあ<ー>、うん 程よい気持ち悪さもあってでもそのなんだききない,みたいななるほどねでもめちゃめちゃ表現とかもちょっと気持ちが悪いけどいいみたいな,<ー>なんかねそこの絶妙なバランスがねすごくなんかグラフィティのそういう手書き感も含めてよくできてるなっていう <laughs> ねあと音楽もねやっぱそれぞれ本当にあにヒップホップ選曲中心で。 まあ、そうだよね。タートルズの文脈といえば。よえ質問です。うん、あの、タートルズって。いつハマるの?はい。なんか、私、<や>タートルズは認識したの、あれなのよ。なんか、美、なんか、高校で美術科で。なんか、あの、うんうん、石膏像の名前って。ミュータントタートルズで覚えろみたいな、なんか、<laughs> 先生が言ってきたことが。<ー>そう。イケランゼロとか。 あの、え、どういうこと、それレオナルドラファエロとか、そういう意味ってこと、ね。あ、そうそう、ラファエロいるし。うん。イ、うん、ケランジェロ。もいるし。うんうん、そう。で、割となんか。オタクというか、まあ、なんか、詳しい子は知っててみたいな。うん、でも、私、そこで、多分、知らなかったら、知らないのかなって。なんか、ちょっとさ。世代上。だよね。うん、ミュータントタートルズは。なんだろう。うん たまーにさ何回もさアニメとかさあのこう<ー>映画で、ね、リブートされるんですよ。ああ<ー>な,なるほどね。そテレそ映画で言う夕方何時とかのやつだとかだと夕方やってたのへ、ね、かそう<ー>かそうそうやってたりするのよ再放送なんか本放送なんかわかんないけどなんか定期的にやったりやんなかったりを繰り返しておそ<ー>らくね多分ね まあ日本であんまり流行ってないっていうのもあってね。なんかちょっとアメリカで人気だからうう、まあ、そうだよね。アメリカが強いよねなんか。うん。そうなんか多分ね、うん、カートンネットワークとかでやってたら私もしてたんだろうけどなんかそうでもないじゃんか、うん、なんなんでかやってないから。そう絶妙に。でも出会わなきゃ出会わないと思う多分。うん。へえー。いや本当に出会わないし僕もなんならミュータントタートルズその 全然設定とか分かんないまま見に行ってでも予告の絵だけで、えー、あこれは面白そうだぞっていう感じで見に行って、ね、で実際ちゃんと面白かったからやっぱりうんなんかいいなってしかもなんかあのー、これ後から知ったんだけど「ミュータント・タートルズ」ってまあもともと英語版なティーン・エイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ」っていうタイトルなんですけど、うん、これはもともとあのー あの新聞紙に白黒印刷された「同人誌」から始まってのパロディーから始まってるっていうところがなんか非常に映画にも合ってるというかうんその要はストリートのねネタを織り交ぜたある種のね,そのね、うん、ヒーローものに対するパロディーから始まったものが、ね、っていうところをちゃんと何、まあ、て言うんだろう ファンメイド感というかファンメイド感をね、わきまえながら作っていこれはいいなと思いつつ、やっぱり日本だと、その多分そのファンメイド感がこう盛り上がっているときの感覚が、多分見えづらいからヒットしてないんだろうなっていうのを、なんとなく感じる。確かにねその、その歴史観というか、うん、その時代の背景は感じれないもんね。うんあ 多分、あのーね、アメリカ人とかが、ね、あのジャンプの漫画とかすごい読んでくれて嬉しい一方でなんかここまでの熱はどこまで伝わってんだろうっていうのをなんとなく感じることもなんとなくそんな、ね、鬼滅の熱とかさなんか日本のあの当時の本当よくわからない状態になってるみんな煉獄さんになってるみたいなね。う<ー>ん <laughs> なるほどねとかねなんかそんなこともね思いながら。 ちょっといましたけど、でもね、本当にみ公開関数の少ないからちょっと急がない,いそうなのよえ。え少ないんだ。そう公開関数ね少ないのよ。へえ<ー>。やっぱこれぱこれもまたね、そう日本で多分なかなかね。まあそうよね。予告はなんかね遭遇したことあるんだけど。うん、うん。ちょっとね一回ねこう皆さんあのリスナーの皆さんもねちょっとなんかいや知らないしと。 思うかもしれないけどぜひ見てほしいなと思うそういう作品でしたね、うん、はいということでねいい時間なのでちょっと今日はこれぐらいにしましょうかね、うん、はいということで <laughs>、えー、映画祭を、えー、作るラジオは毎週各種ポッドキャスト Spotify にて配信中です興味のある方フォローお願いいたしますまたメッセージをお待ちしておりますぜひ映画祭を一緒に作りたいですイベントでどんな企画やってほしいこの映画面白かったですなど なんでも、えー、結構でございます。また先や、えー、メールアドレス、えー、カオス東京アットマーク G メールドットコムまでお願いいたします。えー、メンバーオノノの X やユースフィルムの X、インスタグラムにて程よく発信させていただいております。よろしければフォローリツイートお願いいたします。ということで、えー、ね今日もね好きな映画を語り合ってたらこんなに時間になっていました、うん、ということでねそれでは今日の会話は以上になります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。